ハルシド。上がらせてもらってますよ。いささか急を要する状況ってことで。なんで俺たちの居場所が？うちの情報部は極めて優秀でして、姫、戦争が始まります。ロザリア軍を止められなかったのですか？少々汚い手を使って強硬派の将軍連中にご引退願うまではうまくいったんですよね。大本営の参謀どもを裏から手を回していたんですよ。オンドール公爵の解放軍です。解放軍が？解放艦隊の一部が訓練中に命令を無視して離脱、旧ナブラディア空域で帝国軍と交戦状態に入りました。なぜわざわざ見つかるような真似を？そいつらロザリアからの部隊だったんですよ。義勇部隊だか傭兵って建前で解放軍に加わってたが、正体は大本営直属のロザリア正規軍と来た。そのロザリア組が独断で帝国領に侵入し、戦闘を誘発、見捨てるわけにもいかず公爵閣下、やむなく主力艦隊に出撃を命じました。戦場はダルマスカです。解放軍と帝国軍の戦いが泥沼化したら、ダルマスカ保護を口実にロザリアも参戦だな。そう、おいしいところをかすめ取るつもりでのこのこ出てったロザリア軍、解放軍ともどもベインに叩き潰されますな。ベインは黄昏の破片を失った。切り札はないはずだ。別の切り札があったんですよ。うちの情報部が大物の稼働を確認しましてね。空中要塞バハムート、リドル穴の方向で異常なミストの反応があった直後のお目覚めってわけで。天陽の眉の暴走で溢れたミストがバハムートの動力になったんだが、レダスが眉を止めていなければ数千倍のミストを吸収していたはず。それがドクターシドの計画だったのね。あいつの最後の仕事ってか。俺の仕事はその後始末だな。ベイン自らバハムートで来ますよ。ラバナスタへ。バハムートを止めてダルマスカを守る、それが私の俺たちの仕事だ。私たちの町を守りましょう。だったらできるだけロザリア軍の進行を遅らせるのが私の仕事ですかね。まあやってみましょう。ああ、面倒が片付いたら一度ロザリアへおいでください。我がマルガラス家発祥の地、夕日にきらめく琥珀の谷をご案内しましょう。
だ。ありふれた話だ。発射処刑、排敵完了、照準よし。制御面解放、浜崎臨海式及び補給問題なし。おやめください。彼らは降伏したんです。せめてもの手向けだ。あの世からも見えるだろうな、ベーネス。女王、射撃準備完了。兄上。撃て。だと知れば、反乱軍はこの戦いに全てをかける。それを正面から叩き潰す。ラバナスタの目の前でな。それでは、人々が兄上を憎むだけです。許しても再び反乱を企む。僕はそうは思いません。手を取り合う未来を信じます。あなたは間違っている。ならば私を正す力を身につけるのだな。本艦正面に展開する艦営多数、反乱艦隊主力と認む。聞け。我らが築く歴史の第一歩である。各員その義務を果たし、反乱軍を殲滅せよ。アルケイディア万歳。アルケイディア万歳。殿下、総勢射撃用意。従順サウスピロロ準備よ。参謀射撃に注意。諸君、生きて帰るぞ。始め。
配る。ゴチ、後方より未確認機、俺を叔父様、渡って、バハムートに乗り移ってベインを止めます。何をおっしゃる、無謀すぎます。殿下の役目は戦後にこそある。このまま敗れたら戦後も何もないでしょ。突入の援護を。いかん、交代なさい。ストラルを止めろ。待ってくれ、待ってください。ランサーソルドールです。俺も一緒に行くから安心してください。ちゃんとアーシュを守るから。ラーサーだと。そうか、彼を人質に。いえ、おっ様、共にベインと戦うそうです。俺たちに任せろ。わかりました、お二人にかけましょう。よし。あの人は俺じゃないよ。そうだっけ。それじゃあ新砲撃頼む。派手にぶっ放しといてくれ。こっちで間合いを読んで突っ込む。要塞の発令所にいるはずだ。接近中、それらしい構造物が見えた。この真上だな。敵を全て倒す必要はないわ。ベイン一人を倒せば両軍の戦闘を止められるはず。とにかく上がっていけばいいんだろ。てっぺんでふんぞり返ってるベインを蹴落としてやろうぜ。
解放軍は前線してるわ。私たちもしくじれないわね。大丈夫、俺たちが勝ってアーシャは女王様だ。女王様か。でもなったらなったで大変そうだな。その時は女王を誘拐して名を上げたい空賊の出番さ。アーシャなら自力で逃げ切ってみせるだろう。そこまで強いと思っているの？別に強くなくったってさ、一緒に来たし一緒に行くんだ。生き延びていたか。俺はジャッジマスターだ。今は野良犬同然だがな、故郷を滅ぼした帝国に尻尾を振って仕えた報いだ。やめろ、それ以上自分を貶めるな。貴様に何がわかる。なぜだ、ランディスもダルマスカも守れなかった貴様が今なお自分を見失わずにいられるのはなぜだ。俺には守るべき人がいた、それだけだ。お前がここにいるのもラーサ王を守りたい一心ではないのか。ダメ、俺は全てを奪われた。故郷を捨てた貴様を許せん。残る思いはそれだけだ。守りたいものほど守れはしない。違うか。お前の問いに答えるのが兄としての務めだな。いや、はい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 、見ていろバッシュ、仲間が皆殺しにされる様をな。貴様は誰一人守れんのだ。全てを奪われる絶望を思い知れ。我が剣にて命尽き、それが定めなのだ。気が済んだか。俺のセリフだ。そうだろう、ノア。その名で呼ばれる資格はもうない。生きて償うんだな。Thank you.
我がバハムートへようこそ、アーシェ殿下。王族にふさわしい出迎えが遅れた非礼を詫びよう。一つお尋ねしたい。あなたは何者だ？亡国の復讐者か、あるいは旧国の聖女か。どちらでもないわ。私は私、ただ自由でありたいだけ。そんな女に国は背負えんな。ダルマスカは諦めたまえ。見ておけ、ラーサ。君主たる者として力なき身の苦しみを胸に刻め。嫌です。僕は、私は無力だとしても諦めはしません。頼むしいな。諸君の死をもって反乱は終結し、ダルマスカの秩序が回復する。無力なる者どもが企てた反乱による無益な犠牲にこの手で終止符を打とう。我が行く手を阻む者には等しく死をくれてやろう。地獄に変わる。
ーサー様をお守りする。野良犬が死をもって償え。そのつもりだ。なる我がしもべたちをその力余すことなく放ち、言えることなき絶望と苦痛を与えよう。行け。私は新たな覇王となって人間の力で時代を飛躍。神々が操る歴史を終わらせ、人間の魂を解き放って、我らが求めた自由をつかむ。我にあだなす者を殲滅せん。行け。Thank you.
ベーレス！どうやら私は覇王になり損ねた。君の願いは別の人間に託してくれ。とうに叶えられない。眉は砕け、浜崎の歴史は終わった。世界はもはや不滅なるものを必要とはしない。君の歩みを見届け、共に行こう。Thank you.
正常なる七筋の光よ、行け。みんなを助けたい。七筋の光よ、力を。それならどうだ。それならどうだ。立ち止まるわけにはいかない。力を。立ち止まるわけにはいかない。立ち止まるわけにはいかない。力を。倒してみせる。はじけろ。倒してみせる。撃て。どうだ、飛べそうか。グロスやエンジンに燃料がいってないわ。くそ、バン、変わってくれ。エンジンルームを見てくる。オッケー。フラン、来い。うわっ。見て、バハムートのグロスやリングが止まる。
マン、シュトラールのグロスエアリングが回転し始めたらすぐに発進だ。教えた通りにやれ。お前なら飛べる。わかった。パンネロ、バハムートの飛空石の干渉に気をつけて。あなたはシュトラールの感情をコントロールするの。やってみる。バッシュ、ラザー様を頼む。今ソリドールが滅びれば帝国は崩壊し、戦火は内戦へと広がろう。わかっている。ラザー様は最後の希望だ。あ、出力が戻った。バン、行ける。よし、行くぞ。みんな捕まって。カッカ、シュトラールです。シュトラールがバハムートから離れました。そうか、出てきたか。よし、バハムートは落ちた。これが最後の戦いだ。一気にジャッジどもを殲滅するぞ。主砲アレキサンダーへ向けろ。攻撃を停止せよ。私はジャッジマスターガブラス。繰り返す。アルケイリア軍全艦に散る。攻撃を停止せよ。戦いはもう終わりだ。我が軍はダルマスカ王国のアーシバナルガンダルマスカ王女と停戦を合意した。我が名はラーサー・ファルナス・ソリドール。兄ベイン、名誉の戦死をされた。今艦隊は我が指揮下となる。閣下、いかがいたしますか。私はアーシェ・ダルマスカです。アーシェ様、ご無事であったか。ジャッジマスターガブラス、そしてラーサー・ソリドールの話は本当です。お願いです、戦闘をやめてください。戦いは終わりました。私たちはもう自由です。つなげ。はっ。アルケイリア軍ダルマスカ方面第12艦隊、機関アレキサンダー。艦長のジャッジザルガバースだ。我々はこれよりラバナサへのバハムート落下を阻止すべく、バハムートへの特攻を敢行する。何？このままでは魔法障壁が持たない。そうなればラバナサは全滅する。機関隊は衝突によってバラバラになったアレキサンダーの破片をさらに攻撃してくれ。なかなか命を粗末にするのは早いよ。バルフレア、バルフレア、一体どこにいるんだ。ヤオバン、うまく脱出できたみたいだな。シュトラールはいい飛空艇だろう。何をするつもりだ、バルフレア。おっさん、アレキサンダーのバカジャッジを止めてくれる？俺が一生懸命グロスエアリングを修理してるんだ。もうちょいだから特攻になってバカなまで済んだってね。あなた、あなた一体何をしているか分かっているの？王女様、心配ご無用だ。俺を誰だと思ってる。この物語の主人公だぜ。主人公は絶対に死なないのさ。やったぜ。ほら、クロスエアリングに動力を回せ。世話のかかるやつだ。お願い、バルフレア、早くバハムートを脱出して。二枚目は大変ね。
けたぞ。必ず取りに戻るからな。傷つけたら承知しないぞ。うん、分かった。俺、待ってるよ。